流されてきた車や壊された家の柱、流木、曲がったガードレール、いろんなものが1メートルを超える高さで辺り一面を埋め尽くしていました。宮城県出身の小島春美さんです。10年前、実家が津波に襲われました。その後、伊野町の土佐自由学校に現在小学2年生の息子を通わせるため高知に移住。今日は学校が開いた防災学習会で子どもたちに被災体験を語りました。子どもの頃に行ったサイクリング場、友達と行った花火大会、震災後同じ場所へ行ったら外がどこなのか、自分がどこに立っているのかもわからないほど本当に何も残っていなくて、変わらずにあったのは海だけでした。前よりかはそのことが怖くなりました。これからお母さんたちと話し合って用意して、いざとなった時に避難できるようにしたいです。また校舎を建設した高知市の三谷建設工業からかまど付きベンチが贈呈されました。早速子どもたちは炊き出し訓練を行って、いざという時に備えていました。